いつも冴えてないありますよありますよ、はい、じゃあなんかね、なんでもないところで噛んだりするんだよね、なんかそうなんですよね、もういきますよ、ひかりさんからです。クールなギノザが思わずにやけてしまった。さて何と言った。報告がある。コミッサちゃんが全国ゆるキャラランキングで1位を取ったそうだそれ何、今噛んだから笑っちゃったってこと。カムカム言うからゆるキャラグランキング今のセーフですよ。もうセリフだったら全然今のオッケー。オッケーじゃないよごまかしきった感じもうこの今のもうこの人のカメラで無駄になったもんね。無駄になっちゃった。せっかくそこでゆかりさんごめんなさい、はい、じゃあ最後ですか、はい、いきますか、はい、よし頑張るぞ。ひどうれんさんです。クールなギノザが思わずにやけてしまった。さて何があった。溺れているアリは自力で脱出したおお、そうなの。微笑ましい光景を、うん、見てしまったんですね。でも溺れさせたんじゃないですか自分でギノザが。じゃあもう頑張れ頑張れ暗いすごい暗い。でも結構意地悪いことするから、うん、たまに、うん、そういじめいじめるいじめるからちょっと陰湿ですよね、うん、そうそうそう、目にちょっとそういうのありますよ ね、 ねそうだそうだありました。もしかしたらきっとやってます。ストローで水吸い取ってやってます、うん、でもやっぱみんなちょっとそういうなんか暗い印象なのかね。なんかそうなのかな。んなんかもうちょっと楽しい話題のギノザをお願いいたしますはい、というわけで引き続きこのお題でも大喜利回答を待ちつつ次回のお題も発表したいと思います。次回のお題はこちら。サイコパス、こんなグッズは絶対に売れない。あーなるほど、はい、うんこついてるやつ売れなそうだね。売れないですね。その手の人には売れるんじゃないですか、うん、その手の人ってどんな人。ちょっとそれはちょっと犯罪係数の高い人。そういうご趣味の方です。そうそうそう、なんかまあそうじゃなくてもね、スカッと係数が高い人ですよ打ってください油断してるから発射のタイミングがちょっと遅れちゃったちょっと時間かかっちゃいました。まあ確かにね、ちょっとなんか普通のものでもちょっと臭かったら嫌ですよね。嫌だよね。普通にね、タオルみたいなの買ったらすごいなんか生乾きの匂い。嫌だ携帯、新しい携帯機種変したんだけどこう喋るときすげえ臭いみたいな。嫌だ嫌だ嫌ですね。確かにまあそんな嫌な絶対売れなさそうなね、グッズをいろいろと考えてきてください。お願いいたします。皆さんからの大喜利回答お待ちしております。さあこの後は